特別な季節に日常の花を咲かせたい。土の中でそっと芽吹く、例えば薄くれの花が日々を楽しんでいますか。きっと抜きはないですね。大丈夫よ、一人じゃないわ。だから一人生きてもいける。世界に手紙を書くのを忘れてる。今から宛名を渡し自身。時に強い風に揺れる。挿絵は濃い紫の花が。今朝は窓を開けましたか。昨日閉ざしてた